バンスター今月もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ今日のゲストは、まずは守備の要になります近石選手、そして攻撃の要上方選手、お二人です。よろしくお願いします。お願いします。さあそして、バンスタの要秋吉選手、皆さんこんにちは。お願いします。バンスタの要って何なんですかね。こっちに気合入ってます。はい、あの上方選手は1回、はい、あの体幹ストロングポイントのコーナーで昨シーズン、はい、ね、出演してもらってますけども、はい、このトーク形式は初めてですよね。初めてですね。 いかがですか今のトーク1本ですもんね。そうです、今はトーク1本ですよ。あのマーク外す動きとか全然そんなんいらないですよ。いやでも、まあ、トークでも外しちゃいますよ。外しちゃダメですよ、トークは外しちゃダメです。トークとしっかり決めれる、トークの方でちょっとゴールをこう決めていただくような、はい、トークでゴール、はい、頑張ります。あれよね、はい、で近い選手はあれですよね、あの関西出身という話を聞いてますから、はいはい、やっぱトークもいけるという感じです、ね、そうやっぱ秋吉より今日は目立とうかな。ちょっと待って、取られちゃうかもしれない。今日はチームの要となる3選手に今シーズンにかける思いなどあれこれ聞いちゃいます。まずは守備の要近石選手から。今あのセンターバックをやっていらっしゃいますけども、どうですか、自分の持ち味というのをちょっと改めて教えてください。そうですね、自分の持ち味はやっぱり人を動かしたりして、自分のとこでカバーしてボールを奪ったり、まあ、あとはやっぱり守備だけじゃなくて、セットプレーで得点を奪うっていうのも、チームの助けになると思うので、狙っていきたいと思ってます。出ましたね。守備の話聞いたのに最後攻撃の話で締めてきました。なぜなら、なぜなら、今シーズンのヴァンラーレ八戸のチーム初得点、近石選手が取っているんですよ。ありがとうございます。自分でこの話題持ってきましたね。今ここでその映像多分流れてる。どうですか、チーム初得点という。いやまさか自分が取るとは思わなかったんで、ちょっと喜び方、ガッツポーズとか考えてなかったので。だって硬かったですもんね。そう、硬かった硬かった。続いて攻撃の要上方選手に聞きます。得点源というふうに私たちは見てるんですけど、まあ、今シーズン ね、はい、期待していいんですか。そうですね、まあ、あのチームを勝たせられる得点っていうのを今年増やしていきたいので、まあ、去年も10点取れたんですけど、なかなかチームの勝利につながらなかったんで、まあ、今年は、まあ、数字多く取るっていうよりはチームの勝ち点差につながるゴールとかプレーをしてきたらって思ってます。はい、外してないね、トーク。外してないトーク、やっぱもうね、ちょっとあの広報の方からですよ、あの上方選手早稲田出身でエリートだからトークの方もいけるんですよ。情報入ってますよ。さすがですね、外してないわ、やっぱ。そしてバンスタの要秋吉選手について2人はどう思っているのでしょうか。ね、どうですか、お二人から見てやっぱトークの方の切れ味っていうのはやっぱチーム1っていう感じなんですか。抜群。ありがとうございます。声量も出てるでしょ。出てるね。秋吉選手のやっぱ声っていうのは試合中とかもこう聞こえてくるもんなんですか。あ、やっぱね、守備のスイッチとか入れるのに後ろ来いって言うんですよ、うん、その声のデカさ1。近さん、後でジュース怒りました。ジュース1本獲得です。神ちゃん、いいよ、出しといて。あとはあれなんですよ、 裏抜けるときに出せっつってガーッと走ってからディフェンス3人ぐらい出てくるんですよ。だからそんな影響力、アキ君が走ったとこにディフェンス3人ぐらいいなくなるんで、ここがっぽい捨てたくんで、そこを利用してる。そうなんですよ。うまく利用させていただいてるんですよ。じゃあ何なの、上方さんがフリーになる要因となってるのは、はい、秋吉さんの声だったんですか。声ですね、声と動きですね。神ちゃん、はい、2本あげます。全部2本かよ。変わって攻撃の要上方選手から見た近石選手はどんな選手なのでしょうか。まあ、でも練習とかでやっぱマッチアップすることあるんですけど、やっぱすごい嫌なディフェンダーだなっていうのを感じますね。なんか一個先の、まあ、僕の考えてるプレーを先読みして、あのスペース見えてきたりとか、もうそういうところすごい上手くてやりづらいですね。いやちょっと待って、ちょっと待って、ずっと近石さんがニヤニヤ。多分さっき秋吉さんからゲットしたジュースは近石さんがそのまま髪型から。今度はかんちゃん今3本ってことね。
集まってるね。では逆に守備の要近石選手から見た上方選手はどんな選手なのでしょうか。その攻撃だけじゃなくて、まずはチームのことを考えて前から、守備にこう走ってくれて、で後ろの選手がボールを奪いやすいように前からこう限定していて、奪ってくれるこのスイッチを入れてくれる、まずそれで結構仕事してるし、でその後やっぱこう得点取ってくれるんでマジで頼もしい。もう3本返してください。3本返してください。ジュースの行き来が激しいですよ。今近さんが3本持ってます。大丈夫、最初が俺に持ってこされるから。さあプラスター探検隊です。ワンラーレ八戸のホームフライフーズスタジアムを体験しようというコーナーですが、今日は非常に天気が良くて、おっと危ない、何かありましたね。何ですか、こんなもの、こんなところにありました。何これ、もしかしてこうぶつかり稽古でもしてフィジカルを鍛えようというものなんでしょうか。ちょっと待ってください、かなり高さがありますよ。見てください、照明ですよ照明。こんなものがプライフーズスタジアムにできたとは。先月プライフーズスタジアムに4基の照明の設置が完了しました。照明設備は縦7メートル横 9.7 メートルという大きさ、高さはおよそ35メートルもあります。この照明ができたことによって、J2 ライセンスを申請する目処というかものが立ったというのは、本当にそれも大きな要因の一つだと思いますので、大きな大きな一歩になると思います。7月10日に初のナイトゲームが行われる予定です。ものすごく高くて大きいですよね。バンスタで使ってる照明と比べてみましょうか。これですよ、これ見てください、大きさよくわかると思います。これでうちも欲しいですよね、あんな照明。いらないですか。で大丈夫です、いらない、いらないから。以上。去年までいた穂積選手、相方として、はいはい、ベンチメンバーのコーナーやってもらってましたけど、なかなか今シーズンちょっと誰をその代わりにコンビ組んでいこうかっていうのも一つ番組の課題ではあるんですけど、なるほど、なかなかそうなんですね。ちょっと寂しいですよね、やっぱ隣がこういないと。 YouTube でも、その YouTube の方でも、はい、アキスさんの相方探しやられてましたよね、はい、バンラーレの、はい、YouTube のチャンネルの中で、はい、上方さんも一応すごい候補入ってましたね、はい、そう、結構神ちゃん、神ちゃんかなって言われてたんですね。いや、そう、結構いいなと思って、なんか自己紹介とかもなんか見てくれてました、はい、よかった、あれ見た時、あ、これ上方さん行くんじゃないかって思ってたんです、はい、試合の入り良かったんですよ。 あれちょっと見せていただいてもよろしいですか。こんにちは、決意型は上方、こだわりのポイントも上方、どうも上方良介です。もうゴール決まった、もうバンスター決まりました、今バンスター決まりました。決まりました。これにかぶさってチカさん来るかなと思って、やっぱ来なかったんで。チカさん来なかったんで、いやちょっと流れで、チカイ様の自己紹介じゃなくてちょっと厳しい、厳しい。いや、あるんですよ。あります、あるんですか。あります、なんとある。自己紹介ないですけど、試合前の気合い入れるポーズなら、あります。ちょっと見せてもらっていいですか。いきますよ。ちょっと滑りました。滑りました。3本返してください。3本返してください。カバーリング早かったです。カバーリング早かったです。ちょっと不安になって自分ですぐコメントする。でも今の見ていただいた通り、もう神ちゃんです。心の勝負勝ちました。